母君江さんと一緒に出演した際はユーモアたっぷりに親子の話を聞かせてくれました。加藤君江さんです。それじゃあ僕からのお客様をご紹介しましょう。こちら今日のゲストのですね、今週いっぱいの、美空ひばりさんです。こちら私の抜け殻です、ね、うまいでしょこれ。うまい、本当ですものね。ひばりさん、あのお母様の何かあだ名があるんですって、うん、そう、あのグミちゃんグミちゃん、飯田子ちゃんとかグミちゃんとか、ちょっと待って、わかるでしょ、わかる、わかる、飯田子ちゃんわかった、飯田子ちゃんはあなた黒くて小さいから飯田子そうでしょ。グミちゃんはね、テレビなんかこう見てる、うん、悲しいドラマになる、あ、来たな来たな、もうね、もう泣いてるぞと思うとね、この鼻の頭がグミ色になってくるわけよ、うん、それでグミ色になってくるわけで、グミちゃん、うちの子供たちは全部おふくろのことそういうふうに言うのあのお母様はひばりさんのことなんてお家で呼んでらっしゃるんですか。やっぱりお嬢ね、お嬢ね、そうですか、小さい時からなんか ね、もう結婚しても何でもお嬢ね、晴れても何でもお嬢ずっとお嬢お嬢なんですよあ、この日ひばりさんが母の前で歌ったのは、親子で歩んできた厳しい道のりをも思わせる歌は我が命。どうして歌うの、そんなにしてまで、時々私は自分に尋ねる。心の中まで土足で踏まれて、笑顔の後ろで陰口聞かれて、私は